春 YouTube 違うか、意味わかんないか。こんばんは、元男の子の青木かのんです。最初に謝らさせていただきます。今日撮影する前に化粧をしようと思ったんですけども、この後化粧動画の撮影するんだったっていうことを思い出しまして、今日は顔面すっぴんでいかさせていただきます。ということで、今日はですね、先日出した10キロ痩せたから褒めてっていう動画で、めちゃめちゃ痩せすぎ警察の方からご心配の声いただきまして、まあ今170センチあるんですけども、170センチで、まあもともとだいたいまあ60キロぐらいあったんですよ。2ヶ月半ちょい前ぐらいまでは、そんぐらいあったんですよ。ただ恥ずかしくてあんまり言えなかったんですけども、まあそんな感じで60キロあったのが、今、まあ、50.2 とか、もう少し頑張れたらもう40キロで突入みたいな感じになり、決してですね、いい痩せ方をしてないんですよね。むしろ、このままだと私、やばいんじゃないのみたいなぐらい、身に危険を感じたっていうこともあったんで、まあ私をですね、反面教師として、まあこのチャンネル、まあ、結構同年代の女性とかも見てくださってて、なんか、どうやって痩せたんですかみたいなコメントもちょいちょいいただいたんですけども、もう確実に私を真似しない方が絶対いいっていうのと、私も今回このやってきたダイエットを、まあ、これからも続けるかって言ったらもう絶対やらないよねっていうぐらいなかなかしんどかったんで、今日はどうやって痩せたのか、あとは体に起きた異変などを話していきます。絶対に真似しないでください。まず多分スポーツやってる人とかだったら、別に 2,3 ヶ月で10キロ痩せるなんて普通っていうか全然あるよねみたいな感じだと思うんですけども、ああいった方々ってそもそも運動して痩せてるじゃないですか。私運動全然してないから根本が違うんですよ。でどうやって痩せたかっていうと、多分ね、怒る人いるかもしれないんですけども、こういうものとかこういうものとかこういうものとか、このパリパリごま飴、一袋46カロリーして、真ん中の海苔のハサミ焼き、ツンカラわさび味、12キロカロリー。そして、このダノンビオは、これは何かお通じを良くするために、毎朝食べてるって感じで、まあ、これ1個60カロリーとか、で、飲み物は基本的にもう炭酸水だけみたいな。あと、ちょっと今、家に在庫がないんであれなんですけども、朝ごはん必ず、セブンの方に画像出てますが、もずく酢を食べてたんですね。っていう感じで、マジで偏りまくった食事しかしてなかったの。だからもう本当に炭水化物全部抜くみたいな。ただ動画でウーバーイーツ食べる企画とか、ああいう時はもう本当前日断食してみたいな。なんかそんな感じでバランス取ってたんですよ、自分の中では。ただ、もう基本的にもうここ2、3ヶ月、だからもう本当100日間ぐらいは、こんなものばっか食べてたから、そりゃ痩せるよね、みたいな。しかも全然運動してないし。もう、食物繊維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 、みたいな。プラス、お風呂っていうか、半身浴ですよね。しかも半身浴ってさ、30度あ、いや、それやばいか。40度ぐらいのお湯に、確か、心臓から下ぐらいの湯船の高さで、30分ぐらいが一番体にいいみたいな。まあ、それが普通だと思うんですけど、私の場合は、43度ぐらいにして、確かに2時間ぐらい。しかも常に、追いでき追いでき追いできみたいな。ほんと、常に42、3度ぐらいのお風呂に入ってるから、お風呂に入る前と上がった後の体重の差がだいたい1キロぐらい変わるんですよ。だから体内から1キロの水分が出ちゃうんですよ、汗で。やばくない？だからそういうことをやってたから、そりゃもちろん痩せるよねっていうか、なんかもう急激にガリガリになるよねみたいな。で、もともと私スポーツマンだったじゃないですか。野球部ずっとやってたんですけども、やっぱその頃と比べると、明らかに体がなんか悲鳴の上げる痩せ方しかしてないって。で、実際に私の身に何が起きたかっていうと、ぶっ倒れたんですよ。どういう風にぶっ倒れたかっていうと、普通に朝、まあ、いつも通り、こうやってご飯食べようみたいな感じで、キッチンに行ったの。で、たまたまその日さ、わたるくん泊まりに来たから、全然 OK だったんですけども、じゃあなんかご飯食べようかなみたいな感じで、もうほんと、普通だったのに、いきなり耳が聞こえないみたいな。スッと音がね、消えたっていうか、なんかもう詰まった感じになったの。自分の声が頭の中で響いてるみたいな。でも視界が回転して、立ってたら、もう吐き気が止まんないから、しゃがまなきゃいけないみたいな。で、そっからもうわたるくんに助けてもらって、まあなんとかなったんですけども、したらやっぱりその、まあ、貧血とか、まあ、脱水症状とか、まあ、いろんな要因重なってなったみたいな感じで、まあ、まず命の危険を感じたっていうのが一点。
って、あとは髪の毛とかまつ毛とかがやたらと抜ける。今までそんなことなかったのに、でも本当に体に悲鳴を上げさせるようなことしかしてないから毛が抜ける。あとね、お肉とかもさ、炭水化物も食べないわけじゃないですか。もうある意味体がすっからかんの状態で、もうこんなものばっかしか食べずに毎晩風呂でさ水分を体からいっぱい出して、もうそんなことしてたから肌がね常にガッサガサなの、乾燥してるみたいな。でその頃やっぱり一週間ずっともうそんなことばっかやってたからさ、さすがになんかもう立ちくらみとかももう常に止まんなくなっちゃって、これはまずいから、じゃあ週一に家で焼肉しようと思ったの。お肉を食べた方がいいと思って、したら次の日分かりやすいぐらい肌がちょっと戻ったみたいな実感しましたね。お肉を食べた瞬間にあれあんなにガッサガサだったのにちょっと戻ったみたいな。でね、私の身長と体重的に芸能人の方で言うとどういった方々が近いか、ちょっとサイトが出てたんで見てみます。エイクラナナさんが170センチ、私と同じ身長なんですよ。で体重48キロだから、私50キロじゃないですか、もうほぼ変わんないんですよ。滝沢カレンさんはもうほんと私と一緒ですね、170センチ50キロ。で七尾さんはやばいな、172センチ46キロ。道端ジェシカさん173センチの52キロ。比率的には私とあんまり変わんないですね、私170の50キロだから。ただそういったもう超一流の方々ってさ、やっぱりジムとかで筋トレしてこういう感じの体型を維持してるわけじゃないですか。根本が違うんですよね。だから私みたいな痩せ方するともうリバウンドしかしないんですよ、絶対に。体に悪い、リバウンドする、あとはブスになるみたいな。髪の毛抜けるし、髪の毛ちょっとチリチリになるし、肌がガッサガサになるし、ただ一時のその体重が減るっていう快感だけ味わえるよねみたいな。冷静になって考えてみて、なんかこの先もこれをずっととダイエット続けるかって言ったら、いや無理だなと思って、やっぱりあえてもうめまいしてさ立ち上がれなくなるみたいな感じになったりしたからさ。ただここ最近は、あこの前の公認出てるあの映像で見てもらった通り、あのちゃんとご飯食べてるんですよ今。あの炭水化物ダイエットに置き換えてます今。もうこういう海苔だけではなくて、ちゃんとお肉も食べるようにして、あとねお魚、あとは鶏肉、あと野菜だね、まあレタスの中にあのお肉包んで食べたりとか、まあそういうことしたらなんかやっぱねだいぶ肌の質感良くなったし、あと以前買ったあの室内バイクもこういうダイエットしてる時ってほぼなんか3日坊主で終わっちゃったんですよ、漕ぐの疲れちゃうから。ダメだね本当に、もう手抜きばっかしてさ。でもそれを今また再開して、だから炭水化物はゼロにしちゃうとやばいから、ちょっと取りつつお肉と野菜と魚などを食べて、やっぱりねこういうものだけしか食べてない時と比べたら体重の減りの速度は鈍くなったけども、でもね体調はマシになった。まだその変えてからだいたい5日間ぐらいしか経ってないんですけども、でもそれでもやっぱすごい実感してる。で最後に、私がその体重を約60キロから50キロに落として思ったのが、一番自分の中で健康的だなって思った体重が54キロ。54キロだな、もう52とか51になるとなんかもうほんとね体がすっごい弱くなったみたいな感じだからさ、今コロナとかあるじゃん、私もしなったらやばいんじゃないのっていうぐらい思ってちゃう、なんか負けちゃうような気がしちゃう、そんぐらい体が弱くなった気がする。なので本当だったら54キロぐらいまでに戻した方がいいのかもしれないですね、170の54キロぐらい。あこれ面白い図が出てきた、170センチの人の対応表出てるね。170センチで普通体重だと53キロから69キロまでなんですね。肥満だと72キロからそれ以上っていう感じか。じゃあ最後にその低体重が46キロから52キロってことなんですよ。たださ、日本ってさ、他の他国と比べてすごい体重に囚われてるっていうか、まあその囚われてる側の人間が言うのもあれなんですけども、低体重だと日本だとそれが痩せみたいな。で、普通体重がぽっちゃりみたいな。まあその風潮がなくならない限り、私みたいになんか無茶しちゃうタイプの人間だと体調壊す人続出しちゃうから、まあ今回ですね、私のこの体験談っていうか身に起こったきつかったなっていうことをちょっと共有しておきました。正直この偏りまくった食生活を続けられる人はまあいないと思います。体壊す一方なんで、だからやっぱり痩せるって言っても綺麗に痩せなきゃいけないんだなって再認識しました。なんでこれからはちゃんとバランス取りながら運動して自分の望むスタイルをですね求めていけたらなと思ってます。絶対に皆さん真似しないでください。女の子とか見てる人多いと思うんだけど。
だけども、私なんかにダイエットの仕方は聞いちゃいけないですよ。マジで命の危険を感じたんで、絶対やめましょうっていう感じで、少しでもですね、あ、こんなことあったんだって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと最近インスタグラム毎日更新してますので、毎日じゃないな、嘘ついた、たまに更新してますので、ぜひそちらもフォローお願いします。あ、言い忘れてました、胸も絞りました。さよなら。